伊藤岳君日本共産党の伊藤岳です原油価格高騰対策に対する特別交付税措置についてお聞きします地方自治体が原油価格高騰の影響を受けた住民や事業者に助成を行った場合必要額の二分の一について特別交付税措置を行うまあいわゆる 福祉灯油の購入や社会福祉施設の暖房費、農林漁業者の燃油の購入等に活用できます。総務省、前田自治財政局長に聞きます。従前から自治体として独自に実施をしているところも少なくありません。この従前からの制度に基づいて、助成を行っている自治体に対しても、今年度に発生した経費であれば、今回の特別交付税措置の対象になると思いますが、 確認をししたいいいと思まますすすかかがですか総務省前田自治財政局長お答え申し上げます地方団体が原油価格の影響を受けている生活者や事業者の方の支援に不安なく取り組めますよう、地方団体を行う原油価格高騰対策に対し、本年度の特別交付税において措置を講じることとしております。 具体的には生活困窮者の方に対する灯油購入費等の助成、いわゆる福祉灯油ですとか、社会福祉施設に対します暖房費高騰分の助成など、地方団体が地域の自治に応じて、決め細やかに講じる対策につきまして、従前からの自治体の制度に基づくものを含めまして、幅広く今年度の特別交付税措置の対象にすることとしております伊藤岳君。 総務省は地方公共団体にアナウンスしているというんですが、現場に聞きますと知らなかったという場合が多いです。早急なまた丁寧な周知徹底を求めたいと思います。統計法が定める基幹統計である国交省の建設工事、受注動態統計で、国交省の指示による調査票の改ざんなどの問題が明らかになり、統計に対する信頼が揺らいでいます。基幹統計は 国ののの政策立案もとなるものです3年前の厚労省の毎月勤労統計の問題も重大でありましたが、今回の国交省の受注統計の問題では、基幹統計の調査依頼に応えて提出された業者の受注実績の調査票を、行政が無断で書き換え、また二重計上を行うという極めて深刻な事態となっています。統計法の築上解説によりますと 統計法第 60, 60条でいう、基幹統計をして真実に反するもの、たらしめる行為をしたものには、基幹統計調査の実施にあたって、架空の調査票を捏造する行為、調査票に記入された報告内容を改ざんする行為、基幹統計調査の集,団過程集計過程において、データを改ざんする行為が含まれると明記をされています。調査票の書き換えが国交省の指示で行われていることは、極めて重大です。 書き換えを指示した国交省の文書、事務処理要項の提出を私、求めてまいりましたが、とうとうこの委員会が始まるまでに、私の手元には届きませんでした。金子総務大臣、この国交省の文書について、大臣は確認をしていますか総務省吉政策、吉海政策統括官。 あの今先生からご指摘のありましたあの国交省から都道府県に対する指示文書というのは私ども総務省の方にはまだいただいておりません。伊藤岳君いやいただいてかどうこにあって確認してますか存在を認識してますかということです。吉海統括官えっとまえー、まあ、報道ではされておりますけれども私どもその存在についてはまだ確認をしておりません。伊藤岳君あのこれ大変重大な問題だと思うんです。 統計法に違反する行為を国が支持している疑惑ですから、統計法を所管する総務省として確認することは当然だと思います。大臣、省庁間ですぐ確認できるはずです、怠慢だと思いますよ、直ちに確認していただきたいと思います。委員長、この書き換えを支持した国交省の一連の文書を党委員会に提出することを求めたい、ぜひお取り計り,り,りをお願いしたいと思います五国理事会において協議いたします。伊藤岳君 2018年12月に発覚した厚労省の毎月勤労統計における不正事案を受けまして、基幹統計についての一斉点検を各府省が行い、総務省が取りまとめています。資料をお配りしました、資料の1枚目をご覧をいただきたいと思います。基幹統計の点検及び今後の対応についてという表題で、2019年1月の統計委員会に配布された資料です。 この下から三行目ですね。一斉点検について点検方法各府省が統計管理を中心に自ら点検を実施し総務省がその結果を取りまとめとなっています総務省吉海政策統括官に聞きますこの一斉点検では各府省の統計管理はどのような点検を実施したのでしょうかさらに一斉点検の後にも統計委員会による点検検証の機会があったと思います なぜ今回の国交省の不正事案を見つけられなかったのでしょうか。吉海統括官、はいえっと、今あの、お配りいただいたのは、統計委員会からの,あの公表資料でございますけれども、えっと、ここにございますとおりです、ね、毎月勤労統計の事案と申しますのは、あのえっと、調査計画通りに、まあ、調査が行われていなかったということでございましたので、あの各省の統計幹事を中,中心といたしまして、各省において、その、 各調査がですね調査計画上行われているかどうかということを中心に、えー、点検を行っていただきました。で、あのこの資料の下から3行目その、まあこのほか、各市長において把握した不適切な事案について報告を求めたということでございますが、まあ、結果といたしましては、あの今回、問題になっている事案はまあ発見されなかったということで、まあ、その経緯については、まずはその国交省の 第三者委員会の方でご検証していただき、それを統計委員会の方にご報告いただいて、さらに精査をするということでございます伊藤岳君あの。金子大臣、今、あの統括官が言われたようにね、まあ、要するに、各府省からの報告を受けるだけに等しかったんですよ、えー。統計の司令塔である総務省、統計委員会としての踏み込んだ検証が欠落していた。 何より調査方法の適切さなど、現場の実態が把握されていなかったと思います。毎月勤労統計の政治案というのは、統計委員会も以前から厚労省の統計について問題意識は持っていましたが、2018年12月13日の厚労省との打ち合わせの中で、統計委員会自身が全数調査からサンプル調査へ変更したことなど、調査方法の変更とその背景をつかんだことが、 決定的だったと思います。大臣、この反省に立って。五十三の期間統計すべてについて。現時点で改めて。再点検、再調査を行うべきではないですか。大臣に聞いてます。金子総務大臣。はい、失礼しました。委員長 あの今回、えー、建設工事受注動態統計調査について、えー公、公的統計に対する国民の信頼を損ないかねないような事態が、えー、生じたことにつきましては、どのような経緯や、えー、原因があり、どのような対応が必要となるかなどについて、現時点では必ずしも明らかになっておりません。このため、今後1か月以内に取りまとめる国土交通省における第三者委員会の報告を受け、 統計の専門家による第三者委員会である統計委員会の専門的な知見もいただきながら、政府統計の信頼を取り戻すべく、しっかりと取り組んでまいりたいと思います伊藤岳君あの。第三者委員会も結構ですが、やっぱり総務省、また統計委員会としてのイニを発揮していただきたいと思うんです。えー、あの本日午前中に予算委員会を聞いておりましたら、自民党の山下委員の質問に対して、 今回の統計の調査方法、集計方法について、国交省は2010年1月に国交省内に検討委員会を設置し、議論を開始した、同年3月、つまり2010年3月に結論を得て、必要な準備や手続きを行ったと答弁がありました。これ、新たな事実経過だと思います。本日の新聞にも同様の報道があります。総務省これまで 8月20日に国交省から初めて聞いた、8月20日に初めて聞いたと言ってて聞きましたが、違うじゃないですか、必要な準備や手続きとは、おそらく統計委員会の手続きを指すものではないんですか、いかがですか、吉海統括官、はいえっと、今、ご指摘のありましたその手続きと申しますか、それはですねあの、えーまあ、国交省の第三者委員会における確認は必要だと思いますけれども、あの えとこの建設工事受注動態統計調査のですね推計方法の変更にかかるものであるというふうに考えております。従いまして、そのえーまあ、これはそのサンプル調査でございますので、抽、え、出、ーまあ、率からどういうふうに、まあ、あの逆算して、母集団を推計するかとか、ですねあるいはその回収率が必ずしも高くない中で、どういうふうに、えーまあ、母集団を推計していくか、そういうような技術的な話だったというふうに承知をしております。 それと、まあ、今回問題になりましたのは、そのえー、と調査票から数ヶ月分の実績を、まあ、あの当月分に乗、えー、っけてあの集計するという話でございますので、基本的にはあの異なるあの事案とい,うというふうに認識をしております伊藤岳君。じゃあ、今日予算委員会の答弁に訂正が必要だということですか。 明確に言っているんですよ、今回の統計の調査方法、集計方法について、2010年1月に議論が始まって、同年3月に結論を得て、必要な準備や手続きを行ったって答弁するんです、これ違うということですか。吉海統括官、はい、これはあの、えーと、繰り返しになって恐縮でございますけれども、その国交省の,です、ね、あの第三者委員会の中であのご検証いただくべき事項かと思いますが、あの推計方法の変更にかかるものとですね、あのこの 推計ですね推計方法の変更にかかるものと、この集計ですね、集計にかかるやり方とはまたあの違うものであろうと思います。あのいずれにしても、国交省の方でご確認が必要だと思います伊藤岳君。なんか曖昧ですね、もう本当に引き続き、えー、究明が必要だと思います、えー。金子大臣、大臣は総務省から、総務省は8月20日、国交省から初めて聞いたと答弁していましたが、 大臣それは間違いないなですか金子大臣え、おっしゃるとおりです。伊藤岳君仮にです、ね、8月20日に初めて聞いたとしましょう。ならばです、ね、大臣聞きますがそう、その時点から総務省統計委員会として、国交省の受注統計について、どのような調査、点検、継承を行ってきましたか金子大臣。 あの国土交通省からの8月20日の報告は、会計検査院からの指摘を受けて、必要な改善を行ったというものであったために、総務省としては特段の対応を行っておりませんでした、まあ、総務省としてはです、ね、当時のこういった判断も含め、今後、統計の専門家による第三者委員会である統計委員会において、精査してまいりたいと考えております伊藤岳君。 対応してこなかったということは、統計委員会にも報告してなかったということですか？吉海統括官。はい今あの大臣からご答弁申し上げました。とおり国土交通省からあのえま、ー、今後会計検査員からこういう指摘を受けます。というまご報告と申しますが、その事前情報提供があったのは8月20日でございまして、その中身は今あの大臣からご答弁申し上げたとおり、えー まあ、あの問題点を指摘されたんで、もうすでに改善をしておりますという中身でございました、で私どもとしては、あのそれはあの、まあ、改善につながるものであるのであれば、れば特に問題ないというふうに判断いたしまして、えー、統計委員会にも報告は、その時点ではしてい伊藤岳君。改善したからよしって甘いですよ、だから繰り返さんじゃないですかあの、統計委員会にすら報告しなかった。 総務省統計委員会として何ら対応しなかった、もうこれ、驚き以外何もではありません。統計の司令塔である総務省統計委員会として、直ちに問題を究明することこ,そことこそ問われていると思います。委員長、国交省の受注統計の調査方法、集計方法の変更の事実経過、総務省及び統計委員会の対応の経過の詳細などをまとめたものを、 党委員会に提出を求めたいと思いますお取,りりお取り上がりを願いたいと思います五国理事会において協議いたします伊藤岳君国交省は、えー、調査票の保管、えー、期間は二年間としているそうですつまり二週間後には二千二十年以前の調査票が破棄されてしまうかもしれない統計の公正性真実性 に対する国民の信頼を取り戻すためにも調査票の保存が必要だと思います総務省がイニシアチブを取って政府間省庁間で支給調整すべきだと思います大臣決意を伺いたいどうですか大臣の決意です大臣大臣です大臣の決意聞いています金子大臣すみません、えー、今回の事案の経緯や原因などについては 今後1ヶ月以内に国土交通省においてですね第三者委員会で取りまとめると承知しておりますその報告を受けて統計の専門家による第三者委員会でございます統計委員会において精査を行ってまいります伊藤岳君時間ですのでおまためください、はい、時間がないのでありますがどういったことに答えてないんですよ調査票が発揮されないようにイニシアチアバッケーションあート、まあ、あの改めて強く求めます 総務委員会としての集中審議を行うことも求めて質問を終わりますありがとうございました他にご発言もないようですから質疑は終局したものと認めますこれより討論に入りますご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います